平野紫仕様が初インスタライブを決行するも苦手ゲスト登場でゼック。疑問符ある YOU とも共演化。疑問符最近、元ジャニーズ副社長の滝沢秀明氏が立ち上げた新会社 2B に合流した元キングプリンスへの平野仕様さんの動向が話題になっています。 7月14日、ニビー公式 YouTube チャンネルで行われた元ジャニーズ Jr. でイムプエの飛べ合流発表会に、平野さんはルイ・ヴィトンの衣装で登場。Y シャツ、T シャツ、パンツ、ブーツ、ネックレス、ブレスレット、すべてがルイ・ヴィトンというギラギラなコーディネートが話題となりました。 平野紫仕様はこれまでにも高級ブランドの洋服を好んで着用しており、グッチのスウェット、フェンディのパンツ、バレンティーノの T シャツなど、ハイブランドの服を着こなしてきました。しかし、この日のコーディネートはその中でも異彩を放つもので、多くのファンが驚きと共に反応していました。 一方で、平野さんがインスタグラムで披露したレモネードを飲む写真でも着用していた真っ白な新作 T シャツは、胸ポケットにロエベのブランド名が書かれており、税込みで6万6千円という価格帯となっています。この衣装もまた、高級ブランド愛が伺えるものとなっており、平野さんのファッションセンスの幅広さが伺えます。 一部のファンからは、同じブランドの洋服を全身でまとい、しかもブランドロゴが目立つコーディネートについて、やりすぎとの声も上がっています。一方で、平野さんのファッションチョイスには応援の声も多く、彼の魅力的なスタイルに多くの人々が惹かれていることが伺えます。そして、8月14日には平野市洋が地震発のインスタグラムライブを行いました。 スピン姿で登場し、最大で37番人もの視聴者がその姿を見守りました。黒の T シャツ姿の平野さんは、お盆中に来ないだ人がインスタライブしていたでしょ俺もやりたくて、マネージャーと話して決まりました。と、開始の挨拶をしました。平野さんは、このライブ配信の経緯についても説明し、切れそうなんだけど、 と意味深なコメントを残す一幕もありました。さらに、髪を切ったことをアピールし、全然、髪切ったの、気づいてくれないじゃん。襟足とか、16、17センチくらい切ったんだよ、と説明。彼は自身のプライベートで初めて陶芸体験に行ったことも明かし、めちゃくちゃ楽しかった、と笑顔で話す姿を披露しました。 自身がハマっていることとして、ペットボトルの飲み物をコップに入れてから飲むことについて触れ、でも難しくて気づいたらカビ作っていた。オレンチ、花一つもないのに、と恥ずかしそうに語る場面も、平野さんの前身、ルイ・ヴィトンコーデに対しては、ファンからもやりすぎとの声が上がっていることも明らかになっています。 そして、配信中には、先輩の三宅健さんからのコメントも届き、平野さんはそのエピソードを紹介。健君とはマンツーマンで食事に行くことはないんだけど現場で会ったら、絶対話しかけてくれる先輩です、と三宅さんとの関係性を明かしました。しかしながら、ライブ中には意外なゲストが登場。 画面からフェードアウトしようとするも、マネージャーに手で捕まえられる平野さんの姿が見られました。このゲストこそが、平野さんの苦手なものである、クモ、でした。ゲストとしての登場に、平野さんは、本当に無理、とコメントしつつも、ファンを楽しませる一幕を見せました。平野さんは、自身の苦手なものについて、フォルム体系的に怖い。 橋四本じゃダメなんで、あんなにいっぱい生えているの。俺らももうちょっと手が生えていたら、親近感湧くかもしれないけど、集合体恐怖症だから、目がいっぱいあるのが怖い、と語りました。しかし、その一方で、爬虫類のヘブに対しては抵抗がなく、触れることができるとも明かしました。 彼のインスタライブはファンからの質問にも答えながら進行し、夏に関するエピソードや趣味、プライベートなど、幅広い内容が語られました。約45分のライブが終了し、平野さんはトイレに行くことを告白。すると、ファンからは、トイレ待ち、トイレ待ってる。というコメントが相次ぎ平野さんのトイレ待ちに笑いと驚きが広がりました。 その後、平野さんはトイレに行くために音量をオフにし、ライブを一時中断。トイレ待ちのファンからは、天才だろう。という声が上がるなど一風変わった展開も見せました。このような一幕も含め、平野仕様のインスタライブは、彼のリラックスした姿やファンとのコミュニケーションを垣間見ることができる貴重な機会となりました。 さらに、彼は今後も YouTube チャンネルを通じて様々なコンテンツを提供していく予定であり、ファンはその展開に期待が高まっています。また、平野志耀が名前を挙げた横浜流星さんや佐野隼人さん、渡辺直美さんなどの人物とのコラボや、その他の新たな活動にも注目が集まっています。 最後に、平野仕様の多彩な一面を垣間見ることができたインスタライブはファンにとって楽しいひとときとなりました。彼のこれからの活動にも期待が高まるばかりです。